フォロワー数1000万人の内山さんと秋社長が作る SNS 攻略情報は概要欄から。バズる時って一番大切なのって、はい、チャンネル登録者数の人がまず見ることじゃない、はい、YouTube でバズる企画を教えてほしい。教えてください。俺に聞くんですか。いやだって、はいはいはい、YouTube ってショート動画でなんか、はいはい、チャンネル登録50万人ですっていう人ぶっちゃけ結構多い。ああ確かに。あじゃない、申し遅れました、三能と申します。あそう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 。あはい、三能さんです。はい、どうも三能物語やってます。で、はい、ショート動画で53万人いる人って言うてもいるっていう話。結構いますよね、 TikToker とかで伸びてる人ってやつですよね。そう、はいはい、けど三能さんは横動画ちゃんと長い動画で50万人超えてるっていうことで、はいはいはい、ありがとうございます。ってことはですよ、はいはい、いわゆるそのショート動画って、まあ、もちろん企画も大切なんで、はい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 、ぶっちゃけテクニックだったりするわけです。まあ要はあれですよね、ショート動画って別にその選択権が別に見てる側にないじゃないですか、流れてくるんで。そう、だから企画っていうか、 なんかテクニックとかバズるうんぬんかんぬんとかそうなっちゃうんで、はいはい、今回は横動画の比較、はいはい、ちゃんと選択権があってこの面白そうだなって、はい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 、っていうののコツをね教えてもらおう。はいはいはい、コツ一つ目、はいはい、押させることっすよね。投稿しながら自分の何が相手に需要があるかっていうのをやっぱ確かめていく作業がやっぱあるんですよ。バックボーンないんですよ僕の場合。バックボーンがない。例えば朝倉未来さんだったら格闘技がのバックボーンだったりとか、うん、あとレベさんの場合だったら歌を広めたいみたいな。僕の場合は実際のところは今はあるんですけど、人助けしたいとか苦しい人助けたいみたいなのあるんですけど、それって別に有名じゃないじゃないですか。動画を上げながら一番反応がいいものというかを確かめていって、でその需要と供給に応えるラインでそれをしっかりすることによって、ショートとかだったらまあなんか見てもらったら勝ちみたいな人めっちゃいるんですよ。登録者伸びた、再生数伸びた、やったーみたいな。これは別にいいんですけど、でもそれだけでやったらまあ死ぬんですよ。代わりが見つかるから。でも秋さんってまあシンプルにそのビジネスで代わりが見つからないところで戦う大事さとかわかるじゃないですか。もちろんもちろん、まあ、やっぱそこが大事なんで、当たったところでダメージがないものを上げるのがいいのかなってのは思いますね。当たったところでダメージがないもの、例えばじゃあ僕が人助けしたいわけじゃないですか、はい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 、だから僕がエロネタなんかでバズっちゃったらまあとんでもないわけですよ。エロネタのやつになっちゃうわけじゃないですか。ああだからそのバズる企画っていうところで、はいはいはい、この企画やったら伸びるよっていうのはテクニック的にはあるかもしれないけど、はい、あるっすあるっす。自分がどんどん企画やっていって、はいはいはい、その中から選んだ方が長期的に見ていいよねっていう。そうだし、やっぱホームグラウンドにしないと思うんですよ秋さんは。例えば僕もし思うのは、53万人でも53万人に消費されるコンテンツってめちゃくちゃあると思うんですよ。今これが面白いだけで、で結局それを見て人の人生を救われる映像とか、この映像を見た時に本当に元気が出る映像っていうのはやっぱそこと違うと思うんで、うんうんうん、通常撮りに行くっていう意味でバズらせるやり方だったら、まずぶっちゃけ今の時代ショートの方がいいと思うんですよ。ああなるほど。もう横動画の企画とかそれじゃなくて、はいはい、もうとにかくバズらせたいんだったらショート、絶対ショートした方がいいです。はいはい、はい、TikTok とかやった方がいいですけど、でもそれやったら何が起こるかって言ったら、マシンの人に話しかけられた時にTikToker の人だって言われるんですよ。まあ、それこそ、あ、令和ウルトラ出てた人だって言われ方しちゃうじゃないですか。うんうん、そうですね、なりますね。でもそれじゃなくて、YouTube でロングで当てることによって、佐野さんの動画いつも見てます。佐野さんのおかげでいい思いしてますとか、元気が出ましたってこう握手される話しかけられ方に変わるんですよ。TikTok でバズった時に握手されないです。あ、写真はみたいな。そこを避ける意味でバズる動画作るコツは、まずロングでやるんだったらそこだなって感じですね。うんうんうん。いろんな動画をアップロードしていって、お客さん、はいはい、そのに合うものっていうのが、のそれが一番、まあ、企画としてはいいよねっていう。そうです。そこをまず立てた上で、それかける、あと YouTube のテクニックだと思うんで。もちろんもちろん。それをかける。まあ、そこの点は多分本とかにもいっぱい載ってるんで。なんか、いいっすね。伸ばし方だけだね。バズハックのコンセプトとしてなんですけど、はいはい、情報商材。はいはい、でお前それ実践してねえやろみたいなの結構あるんですよ、はいはいはい、情報商材屋さんのやるなんか TikTok 運用代行とか YouTube 運用代行って、はいはいはい、お前それやってなくねえみたいな、はいはいはい、お前伸ばしてねえじゃん。なるほどなるほどなるほど。あれは結局本とかに書いてあるノウハウを教えてるだけなんですけど、はいはいはい、今三能さんが言った話って体験談じゃないですか。実際こうやってみて、結局じゃあファンの人とのコミュニケーションこうで、で実際53万人まで見てって、はいはい、多分これ見てる人知ってる人多いと思うけど、ね、っていうところですよね。そうですね。だからその伸ばすだけとかチヤホヤされたいとかそういうのをやる SNS って絶対 YouTube いいもの俺あると思ってる、うんうん、TikTok にしろインスタにしろあるんですけど、うんうん、でも結局ファンを作って動画を見てもらって、その人の人生のその何時間か何分かに寄り添えるコンテンツっていうのは結局 YouTube であって、 YouTube ってそれしか見なくなるんですよ、うんうん、おすすめとかに出てきてそればっか見るから、
自分の意思で再生して自分の意思でおすすめされるってなった時にショートとかの伸ばし方とかわけが違うのかなって思うんですね。まあそう考えると、はい、今回のね、はい、コンテンツとしては、はい、YouTube の企画の考え方だったり、はい、バズり方っていう話で、はい、まあスタートはしてるんだけども、はいはい、それを追っていって、はい、じゃあバズる企画、じゃあ今は野球ネタ、今は格闘技ネタってやっていくと、はいはい、結局それぞれはもしかするとテクニック的にバズるかもしれないけど、はい、長期的に見て何の意味もないですよ、はい、っていう。いやだから生き残ってる人がメイン、そうなんですよ。だからローランドさんとか、ローランドブランドまで持ってってるじゃないですか、うんうん、もうあそこまで行っちゃったらいいんですよ。でも芸能人ってそれあるんですけど、やっぱりインフルエンサーで YouTube やるんだったら、まあ、そこにたどり着かないといけない感もあるんで、登録者何人とかよりそこにたどり着いたらなんかいいかなっていう、なんかその中身の話ですね、僕よくするのは。まあなんかすごいバズり方って言ってなんかめっちゃ中身の話してるんですけど、なるほどな。いや、はい、伝わりました。でも結局のところ、はい、バズり方っていう話でちょっと内容違うんじゃねって思ってる人いると思うんだけど、はいはい、バズる時って一番大切なのって、はい、チャンネル登録者数の人がまず見ることじゃない、はい、これテクニックの話なんですけど、はいはい、アルゴリズム的に、はいはい、チャンネル登録してる人が横動画見なかった時におすすめ欄に表示されないようになってるわけですね。はいはい、そうですよね、まあ、それはそうじゃないですか、はい、そう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 、だからフォロワー数とかを買ってる人っていうのはこれもう横動画伸びないんですよね、はいはい、インプレッション率っていうのはね、はいはい、まあ、悪いからっていうところなんですけども、要するに何を言ってるかっていうと、はい、今三能さんが言ってやり方って、はい、そのフォロワーたちって、はいはい、今どんどんフォロワー増えていった時に、はいはい、自分のコンテンツのファンじゃないですか。だからそうなんです、そうなんです、見るわけですよ、はい、だからバズるコンテンツっていうところで何か企画とかをどんどんやってても、はい、それ興味ないからな、興味ないし、あの消費されるって考えですね。結局の見られない、はい、そうそうそう、見られなくなってくる、ね、そうです、そうです。僕がよくこれ話してることなんですけど、バズりたいって言ってる起業家さんとかバズりたいって言ってるインフルエンサーめっちゃいるんで僕の方が来るんですよ、うん、でも実際のところ僕よりバズってる人もいっぱいいるわけじゃないですか。まあ確かにね、確かに、まあ、言ってしまうと僕は50万人なんですけど、50万人がどういう人かっていうのをチャンネルのカラーみたいなところではついてくれる人はついてくれるっていう、うんうん、なった時に、まあ、再生数大きくてもどういうものか理解してもらう時にコロッケの話をよくするんですよ。え、あのモノマネタレントの人？あ、違うんです。あ、普通の方に食べる方のね、食う方っす。へー、あのじゃあコロッケがここに多分並んでるとするじゃないですか、まあ、YouTube もたくさん動画並んでるじゃないですか、うん、コロッケたくさん並んでて一番衣はうまそうなの取りません？まあそれだって食ってみるまでわかんないから、まあ、カリカリしてる、食いますよね、うん、でそのコロッケがそんなになんかもうパッサパサで、うん、もうじゃがいも感すごくて喉乾いてしょうがなかったら次そのコロッケ食おうって思わないじゃないですか。うん、確かに。まずそうだったら問題あるんですけど、一番うまそうじゃないけど食ってみたら中からめちゃくちゃ肉の美味しい味がしたら、え、うまっ、これまた食べようって思うじゃないですか。ってなった時に YouTube の話をしてる人とか伸ばし方の話をしてる人って全部衣の話してるんですよ。サムネの作り方とかタイトルの出し方とか中身の話をする人ってまあ少ないんですよ、こちら業界。ってなった時に、まあもちろん衣はうまそうな方がいいっすよ、いいっすけど、衣だけの話しかしないんで、それでバズる動画、見てもらえる見た目の動画ですよね、サムネタイトルで出してバズったところで中見てみたらもういいわっていうのめっちゃあるんですよ。うん、それやったら長期的に戦略立てて、もちろんバズったらいいんすけど、え、この動画なんかあんま期待してないけど見てみたらめっちゃ面白かったって現象を作り出してた方が長生きするし、 YouTube でそのファン化作るのは、衣がその、まあ、まずいっていうとちょっとあのダメですけど、まあまあな見た目でも中身が価値があったらそれって再生され続けるなって思うんで、そっちだな。今まではこのその努力っていうのがあんまり実らなかったっていうのは実は YouTube 市場ではあると思ってて、フォロワーがちゃんと見てる、その動画見てるよねっていうところには中身の質が高いってことで、うんうん、それが結局アルゴリズム的にも伸びるようになるから、これ結論としてバズる動画と一致してると思うんですよ。ああ、そうですね、やっぱ変わりますもんね。あ、そうそう、昔は違ったんですけど、はいはい、そう、ちょっと昔基準の話になっちゃってる。昔はそれだと別にバズるとはまた違ったんですけど、今ちゃんと内容コンテンツ的にバズらせる前に、はい、いい動画ですか、チャンネル登録者数がそもそも見てますか、はいはい、そこがかなり大切になってるんで、はい、まあ、これテクニックの話ですよ、はいはい、っていうところで、いや、まあ確かになるほどな、はい、っていうところでございました、はい、じゃあラストもう一つだけ教えてもらいたいなと思ってるんですけど、はいはい、YouTube の企画を立てるときに、はいはい、まあ、正直なこと言ったって、まあ、たくさん出せって言ったじゃないですか、はいはい、まあ、まずはたくさんいろいろやってみて、まあ、はいはい、まあまあ、視聴者がね、まあ、僕の場合は無色透明な存在だったんで、特にその自分の武器が最初分かんなかったってところもあるんで、まあ、ほとんどね、これ見てる人はみんなそう思ってる、自分そうなんですよ。じゃあ、はいはいはい、どうやってその企画を根本的に立てればいいですか。あの、もちろんバズる企画をなんか調べたいと思って多分動画見てるんだけど、それはもうなし、はいはい、いろんなのまずやってみたって話なんだけど、はい、じゃあまず何やるか、どうやってアイディアって思いつくんですか。これ俺勝手に浮かぶんですよね。終わりだ
待って、いやいや、風呂入ってたのかも。皆さん、バズハックね、ちょっと待って、攻略チャンネルですが、風呂入っていただければとね、思います。俺は風呂入ってたりとか、そう歩いたりとか、みんな風呂入るしかない。ダメ。どうすればいいですか？それはごめん、俺の特殊能力だった。一般的な話ですよね。一般的な話は、怪離現象を起こすのはあんま良くないと思ってて。怪離現象を起こすのは良くない。怪離現象とは？怪離現象っていうのは、実際の本当の伝えたいことと、その動画のキャラクターが違いすぎると、距離感はテレビより近いものだから、この人と同じ空気みたいなのをこう、共感できるもんだし。そういう意味がファン化だと思うんで、配信よりちょっと距離遠いぐらいで、別に配信みたいな感じで同じ空気を味わえるようなものなんで、まず自分が、無理じゃないものをバーって書いてって、これやったらバズった時困るなってものを全部消去した方がいいですね。エロネタやってバズったら俺の人生今後無理だわとか、もともとテンションは低い人なのに、はいどうもーってやっちゃって売れちゃって、じゃあそのはいどうものテンションでいつもやってくださいって言われたら後々きつくなるんで、まず無理なものを全部書き出して全部消すんですよ。で、あと自分のバズった時に困るものも全部消した方がいいです。バズる方法って割とあると思うんです。そのテクニック的な話ですよ。サムネとかタイトルとか、だからバズったものをまず全部消して、伝えたいことと無理じゃないことが残るじゃないですか。これは嫌じゃないな、できるなとか、これはやりたいなっていうやつを探して、その中からそれのヒット動画をまず探すみたいな。あー、なんかいいですね。その中から探すっていう、まずなんかこれはね、いい回答だと思ってて、情報商材でなんか売ってるね、世にありふれた情報じゃなくて、これなかなか聞かないですもんね。そうですね、これ言わないんで、みんな嫌なことをやらないっていう、まずはね、バツを消した丸と三角の市場調査にまず行った方がいいです。これやったら伸びますっていうのは、丸もバツも全部込みで、今これだったら稼げますだけど、それって罠があって、今稼げますなんですよ。 YouTube で伸びて、 YouTube で生きていくやり方じゃなくて、衣がうまいコロッケが作れるやり方なんですよ。ってなったら、自分の中のそのコロッケで例えた具材っていうのは、自分が伝えたいこととか自分が話したいことじゃないですか。まあ要はアキさんがチャンネルでその元々伝えたいことっていうか、それがまあ具材の話になるんで、でもそれの市場をまずバッて見れば、似たようなやつはいるんですよ。まあそうですね、似たようなやつはいるんで、そう似たような話しかける、まあ普通にその YouTube で伸びてる動画のサムネタイトルパッケージってなんとかあるじゃないですか。まあ要はその衣うまいやつですよね、届けてるとか、それのいい掛け算の塩梅を作って動画を作っていく。なるほど。どっかの形でサムネタイトルは YouTuber っぽくて見てみたけど、中はあこの人の人柄が溢れてる、中を見てみたらこの人はこういうことしたいんだっていうのが何本か見るうちに分かっていく中身を作れてるっていうのを、掛け算を作るやり方としては、まあ、まとめると、まあ、まず無理なものを消して、時計もやりたいことの市場調査して、そのパッケージと自分が伝えたいことの掛け算を作った動画を作っていって、それでバズったらいいねって感じです。これあの精神論じゃなくて、今のアルゴリズム的にもいいし、長生きもするから、めちゃめちゃいいっすね。はい、僕はそのやり方でいいと思います。はい、じゃあ、ということで今日はですね、YouTube でバズるですね、企画の立て方っていうのを聞いていったんですけども、はい、これ本質的になんかバズるっていうのは、本質的にはこれだと思います。ストリートスナップ系全部やってみバズる YouTube の企画の特徴を教えてほしい。教えてほしい。バズらせたい。そうね、バズらせたいけど、どんなことをやればいいかわからない。バズハックは、まあ、バズらせるってことを目的としていないので、これはですね、あのバズらせたいっていう YouTube 番組じゃないんですよね。そう別にバズらせる意味がないので、一般的には SNS をやってる人ってバズらせたいって思ってると思うんですよ。今回ですね、バズってる YouTube 企画の特徴をですね、上げていくことによって、それをですね、コピーしたり、まあ、それ参考にすることでバズらせることができますのでね、ぜひですね、参考にしていただけると嬉しいです。はい、それではですね、早速やっていこうと思うんですけど、一つ目は何ですか？海外でバズってる動画をパクる。パクる。まあこれよくありますよね。ラファエルさんも昔言ってました。海外でバズったやつをそのまま YouTube 日本でやればバズる。まあそれはそうよね。てか実際日本国内なんてほとんど海外のね、こすり直してっていうのはよくありません。海外で流行ってるってみんな大好きですからね。これ例えば日本国内で今現在バズってるものの中で、実は海外のパクリっていうのはありますか？それこそ最近で言ったら、はじめ社長さんが一般人を巻き込んで100人で
隠れんぼをしてみた、うん、みたいな感じの企画があるんですけど、はいはい、隠れられたら何十万人か何百万人かみたいなやつがあるんですけど、うん、ミスタービーストさんっていう YouTube で一番再生数が取れてるチャンネルの、まあ、ほぼ隠れですね。本当にあの世界で1位の YouTuber がいて、それがミスタービーストっていうんですけど、うん、その人のパクリってことですね。まあそうです、そうですね、うん、彼らの企画はね、お金がめちゃくちゃかかってるんだけど、はじめ社長さんは最初だからちょっと軽めのやつで、隠れんぼでやってみた感じですね。ミスタービーストさんすごいですよね。めっちゃ金かけますよね。見ちゃう。やばいよね。例えば他に何かありますか？番組的な話なんですけど、バチラーとか。ああ、なんか恋愛リアリティショー。バチラーも実は海外で流行ってたやつを日本で取り入れたらめっちゃ当たったよねとか、ラブイズブラインドっていう顔が見えない状態で喋って相性がいい。で、カップリングしたら初めて顔合わせで会って、でそこでまあお付き合いするみたいな感じがあるんですけど、見応えのあるもの。日本でもね、ネットフリックスでこうやってますので、ぜひ。いや、見たことある人いるんじゃない？日本のネットフリックスで。海外でまあバズるっていうところで、そういう海外のやつを日本に取り入れるっていうのがまずバズる特徴ってことですね。おっしゃる通りです。ミスタービーストさんとかね、本当に世界一の YouTuber としてね、僕たちの中でも有名なんで、ミスタービーストさんのね、企画パクるっていうのはありますよね。超金かかるし、超大変なんだけどね。金かかんないやつもありますね。まあ、まあそうですね。バズる YouTube の企画の特徴、2つ目は一般人を巻き込む。一般人っていうのは YouTube を見ているそこら辺に歩いてる人。そうですね。 TikTok で海外でバズってたんですけど、路上を歩いてて、あのすみません、写真撮ってもいいですか、あ、わかりましたつって写真を撮って、めっちゃエモい、いい写真が撮れるよってやつが海外で流行って、 TikTok のミームが日本でもそれ始まりましたと。あ、写真撮ってもいいですか。で、その派生から私のことを知ってますか、あ、フォローしてくれてたら好きなもの買いますよとか、スニーカー買いますよとか、はいはい、あなたの年収を教えてください、あなたのお家に行ってもいいですかとか、そういうね、一般人に声かけてそのまま動画にするとかもね、引きがあるのよ。まあ、日本国内で言うと、その一般人に声かけてっていうのは、まあ、あれはちゃんとね、組んでると思いますけど、マジシャン先生とかね、一般人に、ちょっといいですかみたいな、マジック見せるっていう。あれはさすがに演者だと信じてるんですけど、わかんないんですけど。そうですね。そうですね。あとね、あ、これ名前ちょっと忘れちゃった。一瞬だけ、もちろんってやつね。社会、YouTuber。YouTuber さんでソーシャルエクスペリメントっていう社会実験をする YouTube チャンネルさんがあるんですけど、社会実験ってどういうことですか？例えばですよ、小学生が会社員の靴踏んでしまいましたと、その会社員さんが、お前靴汚れたじゃねえか、お前弁償しろ弁償、10万よこせ10万って子供にめちゃくちゃ怒鳴りつけて、周りの大人たち、一般の人たちはどんなリアクションをするか、止めに入る人もいれば、そのまま素通りする人もいる。まあけど基本ね、止めに来るんですけど、でそれがめちゃくちゃバズってたんですよ。もモニタリングっていう番組ね、テレビでありますけど、あれですよね。そうそうそう、うん、それの社会実験版みたいなリアルな感じでやってるんですけど、はいはい、最近これこれさんの配信で全部やらせっていうのがバレました。なるほどね。一般人も全部全部役者さんっていうのは、まあるんですけど、まあ基本そういうやらせでやった方が楽ちんだよっていう、ごめんなさい。まあ変な炎上もないですからね、まあ、ストリートスナップ系全部やらせです。ぶっちゃけじゃあマジシャン先生もやらせだ。やらせだよ、あれ。あれはさすがにやらせ。時止めて。時止めて。やらせじゃなかったらどうやってんだよ。じゃあ3つ目。視聴者参加型が伸びるって聞きましたけど、視聴者参加型と一般人を巻き込んだ動画って何が違うんですか？そうですね、その視聴者が応募して参加するよっていう、それこそ令和の虎ですよね。確かに令和の虎。ブレイキングダウンもだから、そういう意味では。ブレイキングダウンもそうですね。やりたいです、応募して分かりましたで採用されて参加する形なんですけども、でも令和の虎とかブレイキングダウンはめちゃくちゃ伸びました、素晴らしい、あれはもう番組として成立してるんでね。けどここでね、ちょっと一つ注意があるんですよ。フィッシャーズさんも同じ感じの動画作ったんですよ。どういう動画ですか？スポーツ系、スポーツ体力測定みたいな感じで、まあ、最後まで残ったら賞金なのかなっていう、まあ、企画をやったんですよ。いろんな全国のスポーツマン集めてスポーツ選手権やりました。面白そうじゃん。おー、面白そう。今までのフィッシャーズさんの YouTube の再生数大体100万前後、その動画3本から5本ぐらいあったかな。大体再生数どれぐらいだと思います？9万人でかつね、いろんな人が参加しても100万人くらいいくでしょ。100万再生ぐらいいきますよね。10万から30万再生。え、なんで？えぐらい。どういうこと？ちょっと一瞬だけ待ってね。えぐいのよ。そんな落ちることあります？いや、マジでね、ビビる。160。はい、まあ100、まあまあ、140、200。で、ここ、これ？37万。
16万、11万、12万、5で、それ以降、まあ、100万、まあ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 、まあ、だって、あのフィッシャーズさんでもめっちゃ面白いね、あのフィッシャーズさんですからね、最強の一人は誰？まあでも結局、視聴者参加型って、僕たちみたいなインフルエンサーじゃないから、演者力がないのよね。まあね、演者力がないから、結局撮った時に面白くならないっていうこともあって、実際、令和の虎とかも、演者力があって、言い方はあれだけど、なんかさ、もうめちゃめちゃな人の方が伸びるわけよ。いや、そうだね。当然。いや、令和の虎って、どちらかというと、もう虎が主役じゃないですか。そうですね。虎が主役だから、もう演者力もある人たちだからさ。基本はそこは伸びるし、かつ、志願者に関しても、そのやばい、なんかすごい、ちょっと今のやばい、危ないって言ってて、志願者に関しても、うん、まあ結構特殊なね、人とかだと、うん、まあ伸びやすいっていうのはあります。そうですよね。で、ブレイキングダウンも、まあ、ピリピリとした空間というかね、ああいう感じがやっぱいいんだけど、フィッシャーズさんとか、普段の動画とちょっとテイストが全く違うものとかね、逆に伸びなくなったりするんで気をつけてください。これ気をつけた方がいいですね。4つ目は何かありますか？恋愛系はめちゃくちゃ伸びます。これ具体的な話になってきます。さっきまではね、海外とかの、まあ、パクリしていきましょうとか、うん、一般人だったり視聴者の参加型ですよ、うんうんうん、恋愛系は伸びる。まあ恋愛って言い方ちょっとあれですけど、付き合ってないけど、この触れ合ったり、キュンキュンしちゃう感じとかね、すっごい見てて、わ、ーってなっちゃうのよ。それで人気になってるのよ、彼ら。まあ実際付き合ってなかったわけですね。カップルチャンネルとかもね、そのイチャイチャしてるものも、もちろんいいっちゃいいんだけど、この付き合う前の男女とかね、ハラハラ感、くっつくくっつかない、この感じ。TikTok で昔ね、同棲始めましたって YouTube チャンネルさんが、1ヶ月2ヶ月で20万か30万とかバチコを増えて YouTube めちゃくちゃ増えたんですよ。まあ男女で知らない人同士同棲して YouTube やりましょうよっていうね、あったんですけど、解散しました。解散したって。まあいろんなトラブルだったんでしょうね。恋愛系で言えば、美咲さんのラブディレクション。はいはいはい、めちゃめちゃ面白い。青汁王子美咲優太を天才なんですよ、彼は。本当にすごい。青汁王子を知ってるからこそ見るとね、美咲さんと一緒にその学校公演やったことあるんですけども、うん、あれ素なのよ、超面白い知ってる人が見るともう面白いし、ファンも多分見てて面白いと思うし、だからそういう意味では今すでに伸びてる YouTuber さんもそういう恋愛要素を絡めるとファンもねちょっとね響くんだけど、まあ、けどそれもいい刺激になるんですよね。いやそうですね、まあ、僕もね青汁王子は先生、まあ、1回しかねお会いしたことないんですけども、うん、でもあれ実際見てみるとね面白いし、まあ、でもあれは彼のやっぱ演者力があるからこそっていうのはありますよね。そうね、うん、まあ、恋愛系ぜひやってみてください。そうですね。いやー、そんな感じですね。 YouTube でバズる企画の特徴はですね、うんうん、まあ、4つ話していってきましたけど、最後復習していきましょうか。はい、1つ目がテレビや海外のパクリということで、パクりましょう。あ、パクった方がいいですね2つ目、一般人を巻き込んだ動画、これ例えばどんな感じでしたっけ。まあ、一般人その、まあ、いわゆるモニタリングみたいな感じで急に話をかけて相手がどんなリアクションをするか、日常の中にいる一般人に仕掛けてみる動画になってますね。はいはい。じゃあ3つ目、視聴者参加型は、見てる視聴者が応募してきて参加してそれを映像にする形ですね。はい。そして4つ目は恋愛要素のある動画ということですね。この4つをお話しさせていただきました。とは言ってもね、バズる YouTube 客これだけじゃね厳しいですよ。そもそも参加者なんて集められないんだから、ほとんどね、うんうん、いやでも他にももっといろいろねバズる番組とかさ企画あるわけじゃないですか、ぶっちゃけ。いやまあ強いて言うならゴキブリ食べるチャンネルとかあったYouTube の飲食店の伸ばし方って結構マジ無限大にあるから、ね、まあ、かなり参入しやすい飲食店の YouTube 運用のやり方を知りたい。教えてあ、これもずっとやるんだ。ということでですね、YouTube の運用ってね、結構大変だと思うんですけど、ね、最近飲食店の YouTube 運用めちゃめちゃ伸びてますね。いや、そうっすね。なんか需要もあるし、集客にもなるし、ウィンウィンだからね。いやー、実際その結局情報商材屋さんとかよりも結局飲食店ってお店を持ってるじゃないですか。そうですね。だから根本的に撮影スタジオとか撮る、もう借りる必要もないし、相性めちゃくちゃいいわけよ。コンテンツあるからね。めちゃくちゃいい。っていうところで、これ売り上げを上げるためには絶対飲食店って YouTube やるべきだと思うんですけども、成功事例知らないとね。いやー、そうですよね。やり方って言われても成功事例知らないとね、話になる。ちょっとわかんないね。うん、
じゃあ成功事例教えてください。1個目。急浮上？あれ成功事例なのかな？どうなの？炎上？あ、ちょっと失敗？成功？成功だな？成功あれは。だって急浮上知らない人いないでしょ。あれ成功でしょ。ヒカルさんと宮迫さんが手を組んで焼肉屋始めましたと。で、試食会にヒカルさんが食べに行ったらクソマジいやんと。で、それめちゃくちゃ炎上になって、うわ、この焼肉屋やべえんじゃないかってなって、もともと開店する予定だった日から半年後ぐらいに、よし、やっと本開店しました。他の視聴者とかはどんだけまずいんだろう。よし、食べに行こうが、冷やかしに行こうぜって言って行ったらめちゃくちゃうまいやんみたいな炎上商法だったのか、これちょっと。わからないけど、まあ、いい成功事例の一つかなと思いますね。これ逆に言えば、そのなんか飲食店で YouTube やるときにまずいとか、そういう炎上したらどうしようって思ってる人に関しても、うん、SNS をきちんとやることによって逆転することができるっていうパターンがあるっていう証明でもありますね。そうですね。ちなみに他の成功事例は何ですか？最近ですけども、日本一接客態度の悪いカフェ。あー、仲いいんですけど、山王物語がコラボみたいに撮ってて、いろんな YouTuber さんも、まあ、コラボしてるんですけど、あれももともとTikTok で、まあ、接客態度の悪いカフェに行ってみたっていうので、実際全然知らない一般の人が撮影して、それがめちゃくちゃ話題になって YouTuber も参入してめちゃくちゃ話題になってるっていうパターンですね。優遇上に関しては、まあ、01で SNS だっていう感じで始めたけど、今回のそのめちゃめちゃ接客態度の悪いはもう完全に、なんて言うんだろうね、そう、最初狙ってたのかな。まあそうです、サービス内容というかね、うん、なんか変なサービスを紹介してみたいな感じですよね。ちょっとまた01でその YouTube ありきで作ったっていうのと、店自体を作ったのと、あとサービス自体を、まあ、YouTube ありきで作ったっていうか、そうね、友達がやってるカフェっていう表参道かなにあるお店があって、そことかもね、こう始めましてカラカラーってお店入ったら、お、いらっしゃいです、お、今日何してたの、じゃあ いつものねみたいな感じで、もうなんかさらっと、もう初対面なんだけどめっちゃラフに話してくれるカフェがあって、そこが結構話題になったんですよね。そうですね。でも今のって結局多分これ見てる人からしたら、いやいや、私たちって普通の飲食店でそれを伸ばしたいと思ってると思うんですよ。普通の飲食店が SNS で売り上げ上げてる事例ってあるんですか？事例ね、いっぱいありますよ。いろいろね、その動画の撮り方とかもあるんですけど、焼き鳥ドンさんっていうメガネかけたマッチョのなんか焼き鳥屋さんがあるんですけど、そこはお店の雰囲気とか、まあもちろんそうなんだけど、料理とかもあれなんだけど、人、店長をメインにした動画、いわゆるここの店長のなんか面白い動画を発信していることによって、この店長に会いに行きたい、もう料理美味しいんだけど、その料理の味とか関係なくこの人に会いに行きたいっていうので結構行くパターンとか、人にフォーカス当てるとその人に会いに来てくれるよねっていうのもありますね。 YouTube とか SNS 運用を飲食店がやってるパターンとしては、令和の虎のフランチャイズ版っていうのがまああるんですけども、うんうんうん、あそことかだと飲食店のオーナーさんとかがフランチャイズ展開を令和の虎フランチャイズ版でやることによって、うんうん、もう1年とかで100店舗以上のフランチャイズができて、飲食店日本全国展開ですみたいな、1県に2つ以上ある計算ですよ、それが1年でですよ、そんな1年でそんなっていう、ね、そういう世界線なんですよ。だから SNS をやることによって、もちろん飲食店そのものをブランディングすることもできますし、こうやってフランチャイズ展開とかに関しても飲食店なんてめちゃめちゃ熱いんですよ、 SNS 運用っていうのは。熱いな、やばいんですよ、熱いな。SNS 運用の飲食店の成功事例を教えてもらったということなんですけども、成功事例はありますと、じゃあなんでやるべきなのかっていうと、今僕が言った通り、フランチャイズとかそういうのをやるんだったらもう間違いないし、あともう一つ一番大切なことがあると思って、ぶっちゃけ飲食店ってたくさんあるじゃないですか、差別化ってもう厳しくないですか。いやー、そうっすね、確かに。イタリアンのお店があって、イタリアンのお店があって、イタリアンのお店、もうどのイタリアンに行こう、ラーメンはラーメンラーメンラーメン、どのラーメンに行こう、もう全部美味しいのよ。そう、美味しいのは間違いない、日本国内なんだから、もう大抵美味しくて、サイゼリヤに行けばイタリアンとかで美味しいものっていくらでも食えるのよ。じゃあ SNS をやることによってこれが変えられるよねっていう話なんですよね。おお、そうなんですよ。僕とかもそうだし、多分みんなもそうなんだけど、知り合いの店に行きたくね。うん、間違いない。知ってる人に会いに行くとか、せっかくならここのお店行こうかなとか、やっぱあるじゃないですか、そういう効果があります。一回でも見たことあるとね、そう、あ、なんか、あ、ここに近くに牛宮城あるんだ、お、行ってみるか、まあ、牛宮城ちょっと立てますけどね、
うん、確かにやったらいいこと、まあ、集客はもちろんですし、リクルートにもつながるんで、大体ね、バイトルとかそういう求人雑誌とかに情報というか、募集してますよって載せるのもあれお金かかるじゃないですか。うん、そうですね。アルバイトとか募集するときもめっちゃ楽ですよね、結局ね、うん、そう、 SNS やってるとね、あ、ここで働きたいですっていっぱい来るんでね、うん、僕飲食店はやってないですけど、ぶっちゃけ僕が外注、例えば記事を書いてほしいとか動画編集してほしいっていうのを僕が SNS で一発誰かやりませんかって言ったらめちゃめちゃ人来ますからね。いや、そうね、まあ、みたいな感じで飲食店でもちろんフランチャイズとかもそうですし、その飲食店の売り上げを上げるもそうだし、アルバイトを募集するっていうのでも、うん、結局のところ SNS 運用をやっておくと簡単にねできるようになるよっていう話ですね。素晴らしい。実際どういう動画を出せばいいんですか。どういう動画か、これいっぱいあるな。それこそさっきの店長を主軸にした動画でもいいし、まあ、他の従業員、可愛い女の子を出すのか、まあ、これあれだけど、まあ、従業員とのそういう掛け合いとかを見せることによって社風、店内の雰囲気のいい職場で働きたいじゃないですか、うん、やっぱそういうのを出すこともできるし、もう純粋に料理を美味しく見せて、あ、この料理美味しそう、行こうってのも行けるし、サービス、さっきの日本一接客態度の悪いカフェとかだとサービス内容で見せることもできるし、そのお店によって動画の作りがちょっと変わるかもしれないですね。まあ何を売りたいかによって結構違ったりはしますよね。そうですね。でも逆に言えば YouTube の飲食店の伸ばし方って結構マジ無限大にあるから、そうね、まあ、かなり参入しやすいっていうのはありますよね。そうね。しかもやってるところがあんまりない、めちゃめちゃ成功事例があるのに、やったところはどんどん成功してってるのにあんまりみんなやんないんだよね。いや、多分これはね、やってるのかもしんないけど、それこそ粗悪なコンサル会社にお願いして、結局伸びてなくて、うんうん、俺らが目に入ってないだけかもしれない。だってこんなにいいコンテンツがあってね、行ける場所があるのに伸びないっていう方がおかしいでしょ、普通に。そうなのよ、そうなのよ。あともう一つ、値段、どんな動画を出せばいいかっていう時に、うんうん、もちろん美味しさとかを、これは美味しくてめちゃめちゃ高値高いんです、めちゃめちゃ高級品を使ってますって言って、それで値段が高いですよっていう説明をするのもありなんですけど、例えば飲食店って、じゃあ例えばピザって3000円のピザ高くない？高いね。高いじゃない。高いね。でももちろん YouTube とかでフォアグラとかを使ってるピザだから高いんですよ、これはわかるんだけど、うんうんうん、この店長が作って私が作りましたっていうピザが3000円なのは、これ意外と安かったりするんですよ。あ、それ面白いですね。はいはいはい、はい、結局 SNS の運用の時にその店長が好きな人が行って、店長が作ってくれたピザは3000円で買われるわけですよ、うんうんうん、まあ、だから SNS 運用をすることによって、食べ物、今飲食店やってるのかもしれないけど、その食べ物以外のバリューっていうのがきちんとつくっていうのも、うんうんうん、これ値段がねどんどん上がってくっていう意味でもプレミア価格っていうんですけど、うんうんうん、まあ、かなりですねいい戦略なんじゃないかなって思います。それ間違いないですね。最近だとミソル、あ、ミソルね、ヒカルさんとなんかラーメン屋さんにコラボして、普通のいつも出してるラーメンより若干高いんだけど、まあヒカルさんとコラボしているみたいな感じで、確かにね、ちょっと金額乗せても全然食べに来る人はいっぱいいたみたいなんで、すごいそれ、そうっすね。だって味噌食べたくない？食べたかった。僕も食べたかった瀬戸優さんのね、味噌も食べたいですよね、うん、コラボみたいな感じでもやっぱ人は集まるんで、そのお店の人が有名になっちゃえば、それが随時コラボとか、コラボじゃないからですね、随時よ、随時年中食べられる。だから僕が作ったさ、メロンパンとか多分みんな食べたくいいでしょみたいな。食べてみた。そういう話ですよ。メロンパン1000円で売れますよ、僕。すげえ、まずくても1000円の価値あるんだよ。そう、僕が作ったメロンパンクソまずいって、それはそれでおもろいじゃん。そうおもろいな。どんなのなんだろう、めっちゃまずいみたいな。いやけど、まあまあまあいっかみたいな。みたいなね、SNS 運用を飲食店がやることによって、僕が作ったメロンパンがまずかったら、まあ、それは僕は面白いでいいんですけど、皆さんが作るものは多分美味しいですから、まあ、それにプレミアム価格をつきますよっていう、そんなお話ですね。確かに。まあそんな感じでね、 SNS 運用と飲食店はねめちゃめちゃ相性いいわけですけども、はい、いや、じゃあ実際ね、飲食店ね、ラーメンのね生地をパンパンしながらですね、うんうん、SNS 運用なんかできないでしょう。できない、できない。どうやって誰から学べばいいんですか。こちらの動画の概要欄の公式 LINE を登録していただければ、我々内山さんとアキさんが親切丁寧にコメントお返しいたします。 SNS の攻略情報無料で動画提供させていただきますので、ぜひぜひ登録していってください。飲食店ですね、経営している方に関しては間違いなく SNS やった方がいいと思いますので、まずはですねこちら無料で学んでいただいて、無理だったら僕たちに頼めばいいっていうだけの話なので、まずは無料でですね LINE 登録をして情報をゲットしていただけたらと思います。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。